こんにちは、ピヨキチャローです。今回は熊本市の JR 豊肥線の踏切で無職の16歳少女が自殺したことについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は2020年2月9日午後4時半ごろ、熊本市南区従前寺の JR 豊肥線熊本平成館の踏切で、女性が肥後大津発熊本行きの普通列車に跳ねられたということで、女性は全身を強く打ち、間もなく亡くなったと。警察はこの女性の身元を熊本市の16歳の無職の少女と発表したということで、警察は運転手が遮断機をくぐって踏切に立ち入る少女を目撃していることや、少女の部屋から死にたいと書かれたメモが見つかっていることなどから自殺と見ているということです。はい、ということで、10代の自殺、まあ最初に思うことはもったいねえなってすげえ思います。まあその背景にいろいろと悩みがあったりとか、もう誰にも相談できない状態だったりとか、いろいろな要素が含まれていると思いますが、もったいねえなってすげえ思いますね。まだ、その年だと、その範囲でしか、狭い範囲でしか、客観視できない、客観視もできない状態になってるかもしれないけれど、誰か助けてやれなかったのかなっていうのはすごい思いますね。まだ、ものすげえ可能性を秘めているし、まだまだ何回でもやり直せる、そういった年齢ですね、16歳って。何かをやりたいと思って一生懸命打ち込んだりする時期であったりとか、すごく喧嘩ばっかりやっているとか、いろいろと、人によって違うと思いますが、なんか自分より毎回思うんですが、年齢が下の人が亡くなったりするのは、すごく寂しい感じがしますね。多分亡くならないと思うというか、亡くならないですね。こういった問題。どうすれば少なくなるかっていう考えとかしていかないとなとはすごい思うんですけど、熊本行ったことないな。今度ちょっと行ってみます。はい、ということで今回は熊本市の JR 豊肥線の踏切で16歳の無職の女性が自殺したことについてお話ししていきました。それではご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。